こんな風に考え方を変えるだけで緊張への恐怖感っていうのはだいぶ収まると思います。あんまり緊張しちゃう方はまずはこれを心がけた方がいいですね。こんにちは、くらです。今日は模試で緊張しない方法3選というテーマで話していきます。やっぱりもうこの時期になってくると大事な模試がたくさんあったりとか、これからも直前になってくるにつれて模試を受けることってあると思うんですけど、これまでの模試を受けてきた子でどんどん本番に近づくにあたって本番に模試でめちゃくちゃ緊張してしまって手も震えてもう頭がパニックになってしまったっていうメッセージがね、結構何人もの子から届いたんですよね。オクラちゃんはそういう経験ありますかとか、どうしたらいいですかみたいなね、相談来たので、今回はそれにお答えするような形で3つテーマをピックアップしました。これから模試を受ける方には絶対見といてほしいなと思う内容になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていきます。はい、まず緊張しない方法一つ目は、模試はあくまで模試やっていう風に割り切ることです。まあこれ当たり前やけど本番じゃないやんか。だからこれは練習練習と思いながら受ける。あんまり緊張しちゃう方はまずはこれを心がけた方がいいですね。まあ逆にそんな緊張とかしてないよみたいな、いつもリラックスしすぎで受けてる人には、いや模試はほんまに本番やと思って受けた方がいいでって言うと思うんだけど、でもそれって人によりけりで、結局は自分が一番いいパフォーマンスを発揮できる精神状態に持っていくってことが大事やと思うから、自分は緊張しすぎやなって思う子は本番と思って受けたいって思うその気持ちよりか、本番でも緊張してもしっかり落ち着いて受けれるような練習をする方が大事だと思うから、ここまで割り切っちゃっていいと思います。できるだけいい点数を取ろうと思ってしまうことはわかるんやけど、今の自分の実力はどんなもんなんだろうぐらいの気持ちで、逆にね、あと自分のできることを精一杯出し切りたい、その気持ちは大事やし、っていうか もちろんねそれが一番ベストやねんけど、なんか今まで間違ったりちょっとミスを犯しちゃっててもあんまり気になってなかったことが模試になるといきなり一つ一つ気にしてしまう子とかがおるねんが、今日それはマイナスにしかならんかなと思う。それってある意味ちょっと完璧主義に走りすぎちゃってるというか、今まで以上のものを求めてしまってるやんか。そうじゃなくて、あくまで今の実力を確かめる練習として受けるのがいいと思います。そんな練習って言うと、もうこの時期はそんな気持ちで受けられへんっていう子ね、まだおると思うねんけど、そもそも模試の役割はその志望校合格の可能性を測るものじゃないからね。うん、これ模試でめっちゃ緊張してしまう大きい理由やと思う。勘違いしてる人が多すぎるから。模試の役割っていうのは、これまでやってきたことを確かめて、それを踏まえてここからどうしていったらいいのか、合格するためにどうしていったらいいのかっていうのが見れるものやんか。データが取れるわけよ。そのデータっていうのはどうしていったらいいかっていう風に使えばいいわけで、悪かったからもう無理なんかなとか、そういう可能性をね、否定されるようなものではないです。やっぱりさすがにね、合格の可能性がそれで決められるってなってしまうと緊張すると思うから、あんまり恐れずのびのびやってほしいなと思います。お次、まあね、全然緊張しないっていうのは正直無理なことなんですよ。私だってもちろん緊張するし、多分全員に聞いてもね、絶対緊張すると思うね。普段から慣れてないことやし、大きいことがかかってるわけやからさ。けどそんな時には緊張するっていうことをね、もう受け入れるね、初めから。なんていうの、受け入れるというか、緊張をあかんものって思う必要がないね。緊張していいね、当たり前やねそれが。むしろ緊張は適度にしてる方がいいパフォーマンスを発揮できるねんな。集中力が上がったりするね。こんな風に緊張はいいものって知ってるから、自分が望んでるんやって思い込む。もうマイナスなことだと思わない。緊張を恐れてしまうのは、緊張がどこから来るのかもわからんような得体の知らへんものやのに、自分のことコントロールしてくるし、自分ではそれをどうにもできひんって思ってるからなよね。それはそんなものがあったらね、もう緊張じゃなくても何も怖いわ。そんな朝何言うて、何ですか言うて、やめてってなるもん、そんな私でも。だから本当はそうじゃないよっていうことを理解すること。緊張はいいパフォーマンスをするために絶対必要やから、自分が意図的に操ってる、まあ受け入れてる存在と思って認識する。こんな風に考え方を変えるだけで緊張への恐怖感っていうのはだいぶ収まると思います。最後ね、とはいえ過度な緊張っていうのは良くないよ。そんな時に緊張しすぎずにいられる大きな要因の一つはやっぱり自信と思うねんな。例えば他のことでも考えてほしいんだけど、自分が絶対にクリアできるっていうものがあったとして、それをさ、なんかまあテストかなんか受ける時って絶対緊張せへんと思うねん。もう絶対いけるって分かってるから。そういう自信のあることに対しては、まあ、そんなにね緊張あんまりすることはないねんけど、今はそうと話が違うわけやん。でもそれに自信を持っていくためにはやっぱり日頃からの積み重ねっていうのが一番大事やねん。でも本番は練習通りに、練習は本番通りにみたいな、そんな感じのことよく言うやんか。でもそれってほんまに大事と思ってて、普段から過去問演習とかする時があるんやったら、ガチでそれに集中して同じくらいの精神状態に持っていくのは無理としても、それに近いくらいではやった方がいいと思う。毎回なんか学校の授業内でする時とかもあるかもしらへんねんけど、それってみんなにとっては初見の問題であり、本番にその問題が出てきてたかもしらへんねんから、本番と何ら変わらん状況やん、普通に冷静に考えてみると。じゃあそれを、あ、これは一つの学校でやる問題やと思って解いていくのか、毎回もしと同じように
うわこれ今までのやつが試されるみたいな感じで受けるのかっていうのは全然ちゃうやんか。まあその会場の雰囲気とか周りが知ってる人ばっかりとか知らない人ばっかりとかそういうさ環境は本番と一緒にするのは無理やから、自分の中では普段から模試で考えないといけないことを意識しながら解くとかね、例えば時間配分とか絶対これは落としたらあかんっていう問題とか、時間内に自分のやるべきプレス踏んでしっかり解いていくとか、そういう感じのことで、そういうのを日頃からやっとくと。で模試ではそれ以上の自分を期待しない、逆になんかいつもやってること以上を求めようとするのはほんまに違うから、けど意外とやっちゃう子が多いねんな。普段からしっかりもう気持ち入れて解く、それをそのまま模試でやる、今までやってきたことをやる。だからここまでやってきたことに関してはすっごい自信を持って挑んでほしいなと思う。自分はこれだけやってきた、こんだけやってきた、周りの人よりかは絶対こういうことにも気をつけてやってきたから、こういうことに関しては自分は絶対大丈夫やみたいなね。まあその模試を解くときに関して謎の自信を持ってとかそういう風に言うつもりはないねんけど、やってきたことの自信、まあ自信持てるくらい、まあ、普段頑張ろうねってことかな、逆に言いたいのは。まあ自信は一番緊張しても心を強く持つために強い味方になってくれると思うので、普段からしっかり取り組むようにしましょう。ということで今回は模試で緊張して手が震えてしまうそんな時の対処法とかそういうことではないんやけど、そうならないためにまあそれ以前の考え方みたいなのを紹介しました。でこの動画をきっかけに緊張と上手に付き合ってもらえるようになったらめちゃめちゃ嬉しいんやけど、なんかもしもしってすごい言ったけど、もしがそんなに大事とか、もしに向けて全力投球をしろとか、そういうことが伝えたいわけじゃないけれども、これを分かってしっかりもしに挑むっていうことをすること自体が本番に向けてのめちゃくちゃ大事な練習やと思うね。点数とか勉強面のことに対しての練習ももちろんそうやねんけど、やっぱり精神的なことで大きく崩れてしまうことがあるんやったら、その精神的なことをしっかりコントロールする練習は必要やと思うねんな。だからこれからのもしで意識してほしいし、あとそれでもやっぱり緊張しちゃうとか解いててやっぱどうしようってなった時は腹式呼吸しっかりして落ち着いて頭整理して今日の話を思い出して緊張と上手に付き合ってもらえたらなと思います。はい、ということで今回の内容は以上になります。最後に復習して終わりにしたいと思います。このチャンネルでは大学受験などについて発信しておりますので、まだだよっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まとめ、模試で緊張しない方法その1、模試はあくまで練習と割り切る。模試では合格の可能性が決めつけられるものではありません。これからを生かすための指標となってくれるものなので、自分の実力を試せるようにそんなに恐れず挑むようにしましょう。その2、適度な緊張はより良いパフォーマンスを発揮するために必要なものです。いけないものと思うことをやめて自分が受け入れてるものとして考え方を変えましょう。その3、緊張してしまう時に一番強い味方になってくれるのは日頃からの自信です。自分はこれだけやってきたから大丈夫って思えるように日頃からの積み重ねを大事にしましょう。最後までご視聴くださって本当にありがとうございます。この動画が役に立ったよって思ってくださった方は高評価で教えてくださると嬉しいです。またそれぞれ自分がどんな風に緊張と対処してるかとか、どういう風に考えてやってるよっていうのがあればね、このコメント欄でシェアしてくれるととっても嬉しいです。公式 LINE で送ってくれたメッセージは全部読んでいて、こんな風に動画でお答えすることができるので、公式 LINE でのメッセージはいつでもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、シュー。